はい、次は、フロアからスタンディングへのパート1ですね。これは特に技の名前があるわけではないんですけれども、フロア立ち、例えばトップロック立ちでやってました。だフロアに入りました。いろんなものがありました。6歩やったり3歩やったりキックアウトやったりとかありますけれど、こうやってフロアをやってる時に、急に立ちたい、フロアからまたスタンディングに戻りたい時に、まあ、なんかこういろいろやってながらふっと立つわけにはいかないので、かっこよくシュルッと立つための、まあジョイント的な役割をする動きです。まずそれのパート1は、これ丸覚えしてください。側転をするような感じで足をまずかけます。かけたら、かけた反動でポーンと飛び出すような感じ。一回ざっくりやってみます。ポンポンと飛び出す。一瞬片手になります。横向きでもやってみますね。ポンと飛び出す感じ。これで次はこのついてる手の近く、この辺をめがけて足を持ってってみてください。ちょっとやってみますね。かけました。ジャンプしたらこの辺めがけて足をついてください。ほっ。そしたらあとは自分で回る。もう一回いきますよ。この体勢からこの辺に足をつきに行きます。ほっ。まっすぐでやってみますね。僕は半分しか飛んでないので、あとは自分で回るだけです。ほっ。自分で回る。それをつなげてやるとこうなります。フロアをやってて、こういう感じですぐフロアからスタンディングに立ち上がりに持っていきます。例えば立ちから下に入って、こういう感じにまたすぐにスタンディングに戻ってきます。これのジョイント役をする動きですね。もう一回おさらいします。足をかけたらこっちの手のこの辺りを狙っていきます。飛んで、あとは自分で立つ。足さえついてしまえば自分で回って立つだけです。とにかくここに足をつくことです。練習してみましょう。じゃあ続いては、音でやってみます。